はいどうもシンプルファイターです。前回は標準コースの黒い線をなぞってみようのスピードランにチャレンジしまして、最高記録 18.3 秒を出しました。今日はこの記録をですね、もっともっと縮めていきたいと思います。まずはですね、左前と右前はですね、カーブの力が弱いので、よりカーブの力が強い左回りと右回りに変更してどうなるか見ていきたいと思います。いきますよ、スタート。さあどうかな。あ、なんか今無駄な動きがありましたね。カーブの力が強すぎて、カーブの回数が多くなっちゃってる気がしますね。さあどうだ、ゴール。あ、18.5 秒、むしろ遅くなっちゃった。この辺でですね、無駄な動きがあるんですよ。右に行った後にほら、わかります？右に行った後すぐにほら左に修正するみたいなね、動きがあったんで、これの動きがより遅くなってる要因だと思いますね。今センサーがですね、前に2つなんで、ロボットタイプをセンサーが斜めに2つに変えてみましょう。こうするとですね、センサーが反応するまでの距離が遠くなっちゃいますので、よりまっすぐ走る時間が多くなって速くなるんじゃないかなと思います。で、今回ですね、センサーが斜めに2つ配置するとですね、ゴールに止まったことを検知できないんですね。先ほどのロボットタイプではゴールに入った瞬間に両方のセンサーが白になるんですけども、センサーが斜めに2つのロボットタイプではですね、常にセンサーが白になりますので、ゴールにまで来たことを検知できないんでですね、ずっと繰り返しをちょっとやめてですね、コースを一瞬ちょっと変えさせていただいてですね、回数指定の繰り返しブロックをゲットします。裏技みたいな方法ですけどね黒い線をなぞってみようのコースに戻して、中身だけ移植すると、スタート。さあどうだ、いけるかな。さあゴールまで いけるか。 OK、 いけました。今の記録19秒300、遅くなってんじゃねえか。曲がる強さが強すぎるかもしれないんで、右前左前に戻してみました。スタート。さあどうだ。あ、今度はね、カーブが滑らかですよ。これはいけるかもしれない。これはちょっとカーブが滑らかなんでね、いけるか。どうだ。やっぱり遅くなってんじゃねえか。ダメだ。この方法では、早くできないですね。どうしようかな。あ、黒い線を無視しましょうか。もう星を取る最短ルートで言うと、こう行って、こう行くというですね、マリオカート64のショートカットのようなですね、チャレンジしてみたいと思います。はい、作ってみました。ロボットがコースを無視して最短でゴールを目指します。これでやってみましょう。いきますよ、スタート。まずは1を取ってちょっと右に曲がる。そして2を取った後、ここはバックで2、3、4と連続で取ります。バックで連続で取って、そして5を取りに行って、ちょっと左に曲がって、いけ、オッケー、やりました。今の記録14秒233です。最高記録更新しました。このコースの趣旨を全く理解していないプログラムになってしまいましたけどね。タイムが縮まったんで OK にしましょう。はい、どうもありがとうございました。今日はプログラムランドの黒い線をなぞってみように挑戦して最高記録 14.233 秒を叩き出しました。次回はライントレース右回りにチャレンジしてみたいと思います。どうもありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。概要欄にプログラムランドのリンクを貼っているので、みんなも遊んでみてね。